クペードラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール・ケンドゥイコール・ラ・フォンテヌ、出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、サイドバック。アンジェ・ SCOO の下部組織を経て、スタット・レンヌの下部組織へ渡り、1998年2月3日の敵地での SC バスティア戦にて、レンヌのトップチームからリングアン初出場を飾る。 翌1998から99シーズンからは右サイドバックのレギュラーに定着し2003年1月23日に500万ユーロでの完全遺跡オプション付きでスペイン一部のバレンシア CF へ半年の期限付き遺跡の契約を締結したバレンシアでもレギュラーとして18試合に出場したもののクラブの財政的な問題からオプションを行使されなかったため 2003年7月7日に推定遺跡金480万から550万ユーロでオリンピックリオンと5年契約を締結してフランスに舞い戻り1999年から2001年に指導を受けたポール・ルクエン監督と再会したリオンでは最初のシーズンにエリック・ド・フランド領対談に追いやる活躍を見せるとインゴは フランソワ・クレールと激しいポジション争いを演じるが、2008年11月22日のパリ・サンジェルマン FC 戦で、ステファヌ・セセニョンとの衝突の際に、左足前十字靭体損傷の大けがを負ったことで、その間に対等したラミーヌガ様とも競争することとなった。当初はシーズン絶望となるほどの負傷と予測され、2009年1月8日に手術が決定していたが、 3日前の MRI 検査で損傷箇所がわずかながら持ちゆしている兆候が発覚したために執刀医と相談して手術の中止を決断するとこの決断にクラブの医療スタッフやクロードピュエル監督は回帰的であり反対されたが再発の場合には3ヶ月分の給与を返還するとの契約に署名し2009年4月12日の AS モナコ戦で 復帰初戦ながらもフル出場を果たすと、それから1ヶ月後の FC、なんと戦が復帰2戦目となった。なお、この時に手術を行わなかった選択が、2012年8月のミラン・ビシェーバツとのトレードの際のメディカルチェック不合格につながった。2012から13シーズン終了時の契約満了に伴って10年間所属したリヨンを退団。 世代交代により放出されたとも報じられる一方で、クラブ側は契約を2015年までの2年延長したが、レベエール本人が拒否したと説明した。リヨンでの10年で、リーグ戦5連覇を含めて12後のタイトル獲得に、貢献、UEFA チャンピオンズリーグには、グレゴリー・クーペンに次ぐ77試合に出場しており、クラブ史上最高位となる、準決勝進出を決めた。 UEFA チャンピオンズリーグ2009から10の FC ジロンダンボルドー戦で2試合ともにフル出場している。リオン対談後の2013年9月7日にオリンピックマルセイユと1年契約で合意に達し、懸念されていた左膝のフル傷も問題なく、メディカルチェックに合格したものの、階段の末に破断となった。11月8日。 ジャンドメニコメストとフアンスニガが不傷離脱し、サイドバックのコマ不足に陥り、また、バレンシア時代に支持したラファエル・ベニテス監督率いる、イタリアの SSC ナポリへ半年プラス1年契約を締結した。ナポリでは、左サイドバックのレギュラーとしてプレーしていたが、冬の遺跡市場で、ファウジグラムが加入してからは控えに追いやられ、慣れ親しんだ右サイドバックでは、 エンリケの存在のために出場機会はなく、2014年5月に退団となった。2014年10月、サンダーランド AFC とシーズン終了までの契約を結んだ。2015年11月10日、獲得オファーがなく、子供との時間を優先するため現役引退することを表明した。フランス代表としては u 十五から各世代の代表に選出されていき、 2003年10月のイスラエルとの UEFA ユーロ2004予選へ向けて A 代表に初招集され11日の同試合で初出場を飾る。その後のケガやウィリー・サニョル、バカリ、サニャ、ロッド・ファンにクラブでの同僚フランソワ・クレールの存在のため2005年11月のドイツ戦を最後に代表から遠ざかっていたが右サイドバックで2番手だったファンにを 押し出し U-21 代表時代に支持したレーモンド・メネク監督によって 2010FIFA ワールドカップの登録メンバーに選出された。同大会では全3試合サニアが先発したことで出番はなかったものの大会後の2010年6月4日の中国戦で2005年以来の復帰を果たすと二千十一年十月七日の UEFA ユーロ二千十二予選のアルバニア戦で 代表初得点を挙げた。UEFA ユーロ2012では、マテュー・ドゥビュシーがレギュラーを務めたことで控えとなり、準々決勝のスペイン戦でドゥビュシーがミッドフィルダーに抜擢されたことに伴って、右サイドバックの位置で先発初出場し、ドゥビュシーと共に、右サイドを支えることになったが、アンドレス・イニエスタと、ジョルデ・アルバに崩されてしまい、失点につながった。ありがとうございます。